昔のさ、最近やれてないからちょっとヨシピー散歩ってなんかね、情報番組かなみたいな趣もなんかあるけど、昔ね、レイ君呼んだ時、藤田レイ君呼んだ時とか、はい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 、あの近所のガソリンスタンドに洗車そう預けてたら、そっからおじさんから放送中に電話がかかってきて、車っていつ取りに来ますみたいな、あーっつって、俺今ちょっと車移動してくるからレイ君放送つないでみたいなね感じなんで、まあゆるくとにかくやっていきますんで、はい、皆さんもねそういう感じでいただければなと思います。はい、はい、そっかそっか、うわー本物だ、動いてるって感じ、結構テンション上がります。なるほど、はい、やべ、俺携帯打つとブーブーブーなんて、はい、あ、こうやって普通に画面からいなくなるんですね。やっべーやっべー、俺今日そうだった、どうしたんですか、今すげー思い出した、はい、なんで すぐ近くのガソリンスタンドに朝車入れて洗車してもらって、はいはい、え、朝ですよね、うん、朝10時に入れて、今日何時ぐらい取り来ますかって言われてなんか2時ぐらいまで取材なんで2時ぐらいにそれ忘れてたってことですか、やっべー、いや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 、え、ガソリンスタンドの人ちょっと、あ、ちょっと待って、はい、え、これはどうすればいい、電話してきていいよ俺、 この画面映ってる人もう本当ホテルの迷惑客と、もうガソリンスタンドの迷惑客ですね、完全にね。レイ君さ、ちょっとさ、はい、話術でつなぐいい、ここ僕のフィールドじゃないから、すごい俺ただでさえ緊張してるのに、あ、どうも、はい、ひどい客2人でお送りしております、あ、すいません、はい、いや本当に電話しに行った、いやすいません本当に、はい、ということでねなんだこれはい、あ、レイ君は車やってんの、はい、車をメインでやっております。でもね、ちょっと最近お仕事でね、あんまり家にできてないんで、まあ手っ取り早くね、あのタンクとかでちょっとダンジョンは回したりしてますね。だからひどいタンクにね当たった場合は僕だと思ってください。やっべー、おじさんめっちゃ怒ってる、怒ってるちょっともうさっきの引き取り書持ってきてくださいねってこんなことあるんですね、びっくりした、いやそりゃ怒られますよ、いやでもあの天下の吉田さんでもやっぱ怒られるんですね、それはそうですよいやいや僕にとっては神様みたいな人ですからねいやいやいや、でもね結構使ってるんで、まあちょっとぐらい、まあ、多少ね、ちょっとぐらいっつってる、いやいやいやダメです、何時間さあ、はい、じゃあ早速、ね、はい、ラブナスターですね、はい、もう俺なんか心配で、あ、でまあ今日せっかく、はい、まあ、リターントゥーイバリースとね、はいはい、こういうのがね緩いな、この放送、いやそうですね、うん、はい、今初めてちょっと緩さを感じました、感じましょう、はいはい、でもリラックスして、あ、はい、ちょっとずつ手もあったかくなってきました、そうか、7時間か、約束かないやいや、びっくりした、なんでこんなにブーブー鳴ってんだろうと思った、普通に電話だったこれ取りに行かなくて大丈夫ですか？もうほら、私が取りに行きましょうか。ペーパードライバー。嫌だよ。嫌だよ。俺の BRZ が大破して、洗ったはずなのに、汚れるどころじゃないことになって。まあ。ベコベコなんで。ベコベコでも綺麗ですけどね。そうなんですよ。今日は BRZ で一緒してました、ね。さあ、じゃあ、今何時？今何時だ？今10時25分25、放送から1時間、え、時間半、じゃあ休憩挟んで、はい、お宅訪問へ、お、行きます、行きましょう、あ、俺この間に車取りに行くってのは、え、あり、なし、なしか、10分じゃ戻ってこれないもんな、いいのかな、あり、ありかな、ありですかね、ダッシュで行ってくる、近い、ほんとすぐ近く、近いな、 Google マップで見たらすぐ分かる、ここかって行ってあげた方がいいっちゃいいっすよね、いい、はい、かわいそうですかね、そうっすよね、はい、お店の方に、そうですね、迷惑かかっちゃうんで、あ、もう迷惑かかってるよね、そうですね、はい、昭和シェルかなって具体名やめとけじゃあすいません、皆さん、うん、お優しいので、はい、ちょっと
休憩ですかね。はい、はい、じゃあ、ホーマーマル、はい、よろしくお願いします。じゃあ後ほど。はい、さあ、すいません、戻ってきました。戻ってきました。どうでした？ですね、うん、あのおじさんが僕の顔を見た瞬間、うん、無言になった。おっと、すいませんって飛び込んだ、はい、他のお客さんがいなくて、はい、っていうかまだ開いてたんですね。あの24時間、ああ24時間のところなんですね。すいませんって飛び込んだら、俺の顔見た瞬間にで、なんだろうね、あの一番いい場所に、うん、置いてあって、これはむしろ怒ってるのかな、あ、雨が当たらないようにしてくれたのかな。もうね、すごいひたすら平謝り、平謝り、まあ、そうなりますよね。いやでもよくこの時間で戻ってこれましたね、うん、なんか、うん、やっぱ、はい、みんなずっと謝り続けて帰ってこないんじゃないかって言ってましたよ、はい、あのでもおじさんが最後優しく、うん、あのまあでもいつも使ってくれてるからね、たまにはって、神、いや本当にすいませんでした、神ですね、ええ、言って飛び出しました。よかった、ええ、おじさんありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。